こちらの使用方法なんですけれども、爪切りなんでこっちが切る方ですね。こっちがヤスリですね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。キャップを外して、どっちも効かないのかな、これは。はい、じゃあおいで、おいで、はい、で、こうですね。これはね、難しいですね。写真ではこうやってます。で、後ろ足はこうやってます。まあ、ただ本物は動きます。写真では止まってます。写真では止まってるんですけど、こっちです。これをこうしてます。こうです。こう、関節が曲がりやすい方ですね。こうして切りたいんですが、動きます。ということで、今日の商品は以上になります。またね。耳がペロンってなっちゃった。本当こっち向きがいいんだよ。え、こそしてこっちゃうんじゃん。動かないでね、危ないからね。あ、待って待って待って。チャンネル登録よろしくね。